聞くほぼ日。水野圭也です。子育て本を100冊読んだのに正解が分からなくて泣いてます。なんか話聞いてるとバランスがすごい難しいな気がして、なんでかというと、まあ、バリバリ働いてもいるわけじゃないですか慎吾さん、はい、働いてボクシングの指導もして自分も強くなろうとして、でそういうある種、まあ、一般的な勉強もおろそかにはするなよっていう、このなんか成立するのかなぐらい思っちゃうんですよね、はい、まあ、その子育てに関してこんなやつだからこんな子になったよって言われるのが嫌だったんですよ。まあ自分らは中学校しか出てないんですけど、うん、ね、そんなやつだから子供がこうなっちゃったんだよとか言われるのが絶対嫌だっていうのがすごく強くて、うんうん、こんな俺にでもこんな息子がしっかり育ったんだよっていうのをやっぱ作り上げたいっていう思いがあったんですよ、うん、いやでもそこで世の親はいわゆる条件付きの愛というか、つまり勉強で言えばいい大学行けとか、ボクサーで言えばこのタイトル取れとか、わかんないです、その目的というか、みんな世の中の世間に対してなんかチヤホヤされるようなものを子供に提示しがちなんですけど、おそらくそういう感じじゃないじゃないですか。そこはないですね、やっぱり己次第なんですよ、うん、だからそのそこ なんでそうなるんですかね。もうそれはね常に知りたくて、うん、それも多分自分の考えとか性格なん、はい、とは思うんですけど、その周りからいいように見られるというよりも、うん、自分がどんだけのものか、うん、なんかそういうなんかそういうの方の方が大事なのかなっていう。だ結局例えばいい大学行ってチャランポラになったら意味ないじゃないですか、うんうん、でもそのいい大学じゃなくても、うん、その中で一生懸命勉強していい会社に勤めて頑張れば、うん、そっちの方がやっぱりすごいと思うんですよ。だからやっぱ人間性だと思うんですよね、うん、自分はそういう、まあ、こう大人になってもらいたいなっていう思いが強かったんですよ。だからいい大学とか、うん、まあ、そういうことよりも何ていうんですかね、中身ですよね、うん、そういうなんか風になんか育ててもらいたいなっていうのがあって。なるほど。いやいや、もう本当おっしゃる通りなんですけど、やっぱりなんていうか、僕が見てきたそのさっきの野球部のコーチとかと、なんて言ったらいいんですかね、ま、思ったことそのまま言っちゃうと、なんかこう勢いとか強さみたいなのはちょっと似てるって言ったらあれなんですけど、雰囲気とかはあるんですけど、とてつもない大きな川がその間に流れてる気がするんですよ。で何がその慎吾さんをこのなんて言ったらいいんでしょうね、このある種まっすぐさに持ってったのかなっていう、まあ、持ってって、まあ、そこも仕事だけですよね、うん、やっぱりその、まあ、中学しか出てなくて、うん、もし普通だったらもう人生負けじゃないですか、うん、いっぱいいるじゃないですか。でもその、はい、なんて言うんでしょう、じゃあ中学出て仕事働き始めいっぱいいる中で、そのなんかまっすぐさがとてつもなくなんかドーンとなんかこうもう揺るぎない根を張ってるんですよね、僕からすると、まあ、でもそれってやっぱり家庭家族のためであって、はい、そこで頑張れば自分にも返ってくるし、だから結局自分のため家族のためですよね、にはもうやれることやって、うん、まあある意味もう欲ですよね、うん、やればやるだけやっぱり残っていくものがあるし、うん、大きくなるものがあるし、まあ、中学校しか出てなくてもこんだけやれるんだよっていうのはやっぱりその家庭家族にも見せたかったし、うん、そんでやっぱりまあそれがステータスっていうんですか、父さんこんだけやってるよ頑張ってるよっていうのをやっぱりなんかこう見てもらいたい、だからもう貪欲になれるっていうか、うん、なるほどな。なんかだからもちろん夢とか目的とか目指すものはあるんですけど、それがある種そのいや今おっしゃったいわゆる僕は今ステータスって言葉を使ったんですけど、ステータスさっき言った世の中にではなく、何かこの内面的ななんかこの誇りみたいなことに向かってるってことなんですかね。どうなんですかね、だから本当になんかこう見えとかその物欲もないんですけど、だからその自分が20歳で独立して、はい、8年間、はい、本当4畳半と6畳のもう木造の、まあ、台風とかで風が吹けば中のカーテンが揺れるような、うん、そこの借金に8年間いて、うん、でもその時期にそんな時期じゃないとお金って貯められないよねって思って、はいはいはい、もう使うとは使えるんですよ、はい、でも
いつ何時職人なんか保証もないんで、はい、やっぱすごくやっぱり貯めることにこだわったりとか、何かあった時のためとかって言って、はい、でもギリギリまでそこの借家で住んでたりとか、はい、もう見栄も張ったりも全然なかったですし、はい、著書の中にも一時期はまだその自分は一人前じゃないというか、仕事もまだ本気で力入ってない時があったので、その時のまあ師匠の方にまあこう言われたとか、あとまあ結婚ご結婚されて子供ができた時にから変わったみたいな感じでは書いてあるんですけど、それでもう本当結婚キーですよね、はい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 、多分結婚してなかったり、そうですね、がなかったら多分チャランポランのままだったのかなとか、まあ、結婚する時も普通に多分結婚認めてもらえないんですよ、だそういう思いもあったからこそ、はいはい、やっぱ絶対にね、慎吾とね結婚させて本当最悪だったじゃなく、うん、いや慎吾とね結婚させてよかったよってそのおふくろさんとかに言われたいし、見返してやりたいっていうの思いが強かったんですよね。だからそういうスタートがあったから、うん、やっぱりこう意地で、なるほど、今があるのかなっていう。なるほどな。いやでもそのお話聞くと、その意地であり、それがこう見返したり悔しさであるっていうのはすごい、そうですね、そこは理解できて、でもその先に、そう、そのめちゃくちゃ仕事で疲れてて、でもあもうイライラするとかいう日もあったと思うんですよね。ボクシングの指導をしてる時にもう仕事の後にやったりするわけじゃないですか。そういう時はどんな感じなんですか。いや基本自分は仕事は仕事、はい、ボクシングはボクシング、何は何って分けるんで、はい、やっぱ入れるのが嫌いなんですよ。それ自分の仕事の体でそこに持っていくのってやっぱり絶対違うなって思ってるんで、はい、やっぱりじゃあ自分が仕事終わって帰ってきました、はい、でもヘトヘトですよね。ヘトヘトするじゃない、はい、でもそれを子供たちが待ってたんだったら、はい、それはそれでもう別でやっぱりちゃんとしっかりこうやんなきゃダメじゃないですか、はいはいはい、そしたら向こうだってその仕事がある理由でこんなやってってなんかテンション上がらないよねってなるじゃないですか、はい、それは嫌なんですよ。だからこれはこれもう仕事は仕事もう関係なく分けて、それでもでも嫌なんですでなかなかできないと思うんですよ。これはいや自分は嫌だからじゃあここは今からいやそれ僕も仕事でもうめちゃくちゃ集中して疲れてじゃあ勉強教えるって時に、普段だったらこんなイライラしなかったりちゃんと余裕持って教えられるの、ああ今日ダメだな俺みたいな、うん、でちょっと今日はなんかだからあんまり踏み込まないどこうとかなとか思っちゃうんすけど、もう慎吾さんそんなことは一切なく、もう指導の時は全力投球。そうですね、それはもう子供だからっていうのもあるんですけど、はい、自分がちゃんとやっぱり子供と約束してるわけじゃないですか、はい、もうちゃんとやることはやろうねとか、はい、ちゃんとこう男と男の約束してるわけじゃないですか、うん、だから自分は自分でそこでしっかりやらなきゃダメじゃないですか、うん、でやっぱり自分の子供が上手くなる強くなるっていうことを、うん、まあ、やっぱりそれもやっぱり自分もやっぱり嬉しいんで、はいはいはい、それもやっぱりもう別と考えてこれはこれってやっぱりこう入りますよね、はいはいはい、なるほど。じゃあその仕事の疲れでボクシングの指導がそんなごろつかになったりうまくいかなかったことはほぼないっていう感じ。わーないっすね。あーなるほど。それがあるんだったら教えちゃいけないと思うし、はいはいはい、教わる方もに失礼じゃないですか、はい、だから自分はやっぱりできる範囲のことがしっかりやんなきゃいけない、はい、できないんだったらやんない方がいいっていうタイプなんで、はい、へ向こうも真剣に教えてくれって約束したわけですから、はいはいはい、自分が疲れてるなんかまあ言い訳にしたくないじゃないですか、はい、いやなんか今話しててこの僕この著書の中であのすごい印象的な話があって、これ僕多分だからこれ聞いてる人というかこのあの話を耳にする人もああって思うと思うんですけど、そのマイク・タイソンがもっと戦歴を伸ばせたのに、あちょっとこうそうです、あの、はい、もっとすごい、まあ、いろいろトラブルとか、もっとそうトラブルとかがあって、まあそうあの良くないというわけじゃなくて、うん、もっといろんなすごい人がいて、でもそれは僕は結構マイク・タイソンしか知らなかったりするわけじゃないですか。でも僕はそのすごく共感するというか、あのなんか世の中的に派手であったらしゅゴシップとかでこう前に出ていく有名になる人は実はそんな実力伴ってないってもっとすごい人がいるけど、その慎吾さん的にはだからもっとすごい成績を残せたのにとか、そのだそれってある種の美学みたいなもんだと思うんですけど、こっちの方が美しいというか、それはもう昔から持ってたものなんですか。そうですね、まあ自分よりもやっぱり一番やっぱり仕事だったんで、はい、もう仕事がもうどっちにしても一番やんなきゃいけないっていうのがあったんで、そうですね、そっちに自分が行ったからどうなるっていうのもなくて、うん、もう簡単にその
例えばその試合でどうのこうプロどうのこうよりも、うん、自分がどんだけなんか頑張れてなんか自分が納得する強さがあればいい、うん、っていうなんか自己満足ぐらいだったんで、うん、でもそこは真剣だし本気ではやってたんでしょ、うん、だからそれがどうのこうのそっちの方向に持っていきたいとかっていうのは全然考えたことがなかったですね、うんうんうん、なるほど。でもなんかそのそうなんですよ、世の中は結構そのいや僕もなんて言うんでしょうね、本を書いてるんですけど、あれこの人、まあ、あんまり言い方難しいね、そんなに面白くないのになんかうまく売れてるみたいな風に感じちゃうタイプの人も、まあ、いたりとか、うん、でもそれは長くは続かないぞと思いながら、いろいろこのなんて言うんでしょうね、でもその井上さんとしてはその根っこはちゃんと張りながらも、でもなんでしょう、ボクシング見に来てくれるお客さんのためにもちろん魅力的なこともしなきゃいけないしっていう、すごいなんか両方持ってるなっていう印象なんですよね。それも元々あったものなのか、こうなんでしょうね、どんどん、いやそこに関しては、うん、結局直哉がいい試合をすれば自然とそこにたどり着くわけじゃないですか、はい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 、だそれが、まあ、そのためじゃないんですけど、結局やってきたことは一日一日ながらどんだけ強くなれるか、はい、どんだけそれをやっていけば自然とそこにたどり着くっていうだけであって、そこに向かっていくというよりもやっぱりそうですね、やっぱり強くなれば自然とそういうのがついてくるのかなっていう、はい、だからはこれすいません、この例がまた正しいか分かんないですけど、思い浮かんじゃったんで聞きたいんですけど、あの中日の元落合監督いたじゃないですか、でめちゃくちゃ強いじゃないですか、で試合は勝ちまくってくけど、ちょっとこの人気とか興行的になんかこうなんめちゃくちゃそこがうまくいくというよりも、勝てばとにかく勝つことが優先順位の1位っていうのと興行っていうものがすごくバランスがこう賛否両論分かれた時期があったような気がするんですけど、はいはいはい、それに関して、まあ、落合さんがどうというよりもその強ければいいんだっていうものと、なんかこう見に来るお客さんの期待ってちょっとずれる時もあるような気がするんですけど、それはどういうお考えですか？そうですね、なんかその直哉がプロに入ってやっぱそういうの思うこともあったんですよ、はいはいはい、結局そのプロだからやっぱりこうメディア受けするようなこう、はいはいはい、わーっていうのもだけど、うちなんかはやっぱり純粋にアマチュアからずっと来てるんで、はい、試合とか内容とか直哉のボクシングスタイルで見せつけたいっていうのが強くて、はいはいはい、だからそこにその自分なんかと違う色のパフォーマンスじゃなく、やっぱ自分なんかやってきたままのもので受け入れてくれる人だけに分かってもらえればいいのかなっていう思いがやっぱ強くて、だからそこは気にしてないですね。気にしないっていうか、ね、気にしてないですね。なるほどなるほど。いやーでもそういう意味ではすごく、まあ、バランスがいいというか、もう実力もありながらその世の中受けもしながらっても結構最高の形になってってるように僕は見えるんですけど、どうなんですかね、はい、なんかやっぱり物足んないよっていう人も多分やっぱりいるとは思うんですよ。なるほど。でもそれはやっぱりみんな考え方があるんで、はいはいはい、それは全然いいと思うんですよ、はい、ただ自分なんかやっぱりアマチュアから本当にこうボクシングっていうそのなんていうか技術テクニック強さをっていうところで分かってもらえる人がこう喜んでもらえたらいいのかなっていう方のが強いんで、そのボクシングに出会った時にまあ魅了されるわけじゃないですか、もうボクシングっていう競技、その時は何でしょう、でも大人になってから出会って、でもそこでとてつもないこの魅力を感じたのっていうのは改めてどういうところだったんですか？はい、それはやっぱりその10代の時に空手をやってたんですよ、はい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 、でやっぱ自信もあったわけですよ、はい、あのそれなりにその家とかでもやっぱりトレーニングしてたんで、はい、ただその仲間とたまたまその 3,4 年ぶりぐらいたまたまあの現場のお昼で出会うんですけど、はい、でその時にその彼がボクシング始めてプロになってこの試合やるんだよっていう話だったんですよ。そんで自分その時24だったんですけど、やっぱりその20歳で独立して、はい、まあ、仕事してお酒飲んで仕事してお酒飲んでって、なんかこのままおっさんなんだよなと思って、うん、ちょうどその時にまあ空手やってたんで、またこう空手でもやって汗流そうかなってちょうど思ってたんですよ、はい、その時にちょうどその彼と出会って、はい、で自分じゃあ現場終わったらちょっと見に行くねって言ってボクシングを見に行ったんですよ、ジムに。その時にその空手と違うこう衝撃が受けたんですよね、はい、でどのあたりなんですか？いや、あの空手ってこうある意味こう、まあ、足を止めてやっぱり我慢比べじゃないですけど、こう打って打たれてっていうあれですか、もうボクシングって微妙なところで外してっていうこのピリピリ感とかが空手と違うものの衝撃を感じたんですよ、うんうんうん、であって思って、まあ、そこからもうすぐに入ったんですけど、そんでやっぱりこうちょっとこうスパーリングみたいのをやるわけですよ、うん、でやっぱり自分は自信あるから
まあまあいけるんじゃないのかなと思ったら自分のパンチ当たらないんですよ、うん、で当たらなくてパーンってもらったのがバチーンってこうほんと火花が散るんですよね。そこでそのハマってったんですよ。この難しさとイメージと違ったなんかこのものだったんですよ。深みがすごいそうですなる感じだってことですね。自分の自信が一瞬にして砕けて、そっからですよね、本当にそこでその強さっていうのにすごくなんかこう敏感になって、うん、そうなんですよ。なるほど。その慎吾さんのこの小学生とかの時ってどんな感じの子供だったんですか？小学生の時は、はい、でも、まあ、自分なんかの時代結構やっぱみんな悪いんですよ、やんちゃで、で、はい、親もいなかったりとか、はいはい、まあ、そのやりたい放題みたい な、はいはい、なんかそんな感じだったんですよね、はいはい、でそういうふうにまれにやっぱり言ってくれる大人もいなかったですし、うん、運動神経とか良かったんですか？まあ人並みだったと思いますよ、はいはい、だから結局もう体もう大げさで言ったらもうみんな一で体育だけ5みたいな、はい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 、体育とかやっぱりそういうのはまあ好きだったし、はい、やっぱりそのマットがあればバク転の練習ばっかりしたりとか、もうそんな感じでやっぱり動くのは好きでしたよね。なるほど。そうだ、これも聞いておきたいのがあのそう本の中にもあるんですけど、このボクシングやられてる方の中に1回負けたりとか挫折に弱い、そのままボクシング離れちゃう人もいると。でもそのそうさせたくないというか、まあ、ある種メンタルの強さだと思うんですけど、それはどういうふうにこう育てていくものなんですかね？まあ結局負けないに越したことはないですよ、はい、でも勝負なんで絶対はないじゃないですか、うん、でも自分がやってきた練習、自分が出せるものを全部出して負けたんであれば、うん、それ全然否定することじゃないじゃないですか、うん、で次もしその気持ちが折れてなければ、うん、またリベンジじゃないですけど、まあ、次頑張ってより強くなればいいんじゃない、うん、って思うんですよ、はい、結局その自分がそのワウワウとか、ちょうどその自分がそのまあボクシング始めた頃に見てたワウワウとかのその世界の選手って、負けた選手がそれで終わりだよねってない、うん、なんないんですよ、うん、負けてもいい試合してるとやっぱり応援されるし、うん、で次にまたとかって言って負けてももういい選手いい試合っていっぱいあるんですよ、うん、でそれがやっぱり一番だと思うんですよね、うん、でそのパーフェクトで負けたら終わりとかじゃなくて、うん、やっぱりなんかこう感動を与えられる試合すれば、うん、もう負けなんか関係ないのかなっていう、うん、その代わり練習をおろそかにしちゃいけないし、うん、もうあくまでも練習を目いっぱいやりました、うん、で試合にそれを出しました、うん、それで負けたんであれば誰が文句言いますって話じゃないですか。なるほど。だから負けてもいいとは言いませんよ、はい、負けないことに越したことはないですけど、はい、でもやっぱり絶対はないですし、全力でやってもしそうだってあれば相手が強かっただけで、うん、そこは全然いいのかなって自分は思うし、それはやっぱ子供にも伝えてますし、恥じることもないと思うんですよね。今回はここまで、次回もお楽しみに。僕あの聞くほぼ日。